僕らはだから、その、うちの予防医療普及協会ってのやってて、その三輪先生とかと、今その旧プロジェクトってのやってるんですよ。まあ要は、なんか女性の社会参画とか、なんかね、あの、国会議員の数半分は女性にしろとか、大企業の取締役半分は女性にしろとか、みんな結構、あの、勇ましいこと言ってるんだけど、いや、ちょっと無理でしょ、それって。で、あの、いろいろ無理なポイントあるんだけど、多分一番大きいのってその、 PMS とかそういう問題がこれ俺すごい大きいんじゃないかなと思ってたんですよ、はい、でその宮崎先生にそれも教えてもらって、うん、であの確かに大学のね僕クラスの半分は女性だったんですよだけど社会に出てからは確かにパッとしねえなと思ってあれだけいっぱい優秀な女性がいたのにそうだからそれはなんか多分いろいろと社会に出た後、はい、そのはっきり言えずに なんか差別を受けてるみたいな。で、俺も経営者だったから、なんかおかしいなって思ってはいたんですよ。この子、本当月に一回、マジでなんか何日か体調不良で休んでるな。サボり癖あんのかな。だってわかんないじゃん。あ、そうです。言ってくんないから。あ、そっか。生理休暇が欲しいですとか、言ってくれりゃいいんだけど、わかんないでしょ。 なんか月に1回生理が来るぐらいのことしか知らないから男性はあ<ー>ほんとに分かんないいつ来てるかも分かんないですもんねそう彼女が「今日はちょっとえみたいな <laughs> あ月に1回「今日はちょっと」の日が来るなぐらいの感じでしか分かんないからああ <laughs> そうっだか女性同士でもマジで分かんないです そうですよね。うん、なんか女性同士多分喋るコミュニティもあれば、うん、する人、隠しにするコミュニティもあって、うん、なんかこう周りの温度感で自分の理解が全然変わっちゃうとそう、しかも自分が辛いか辛くないかで言っても、うん、それ個人差がめちゃくちゃあるわけじゃないそうなんですだから、その例えば職場の女性の先輩が生理軽い人だったら、うん ななんであなた、生理なんんかで休んで休の <laughs>、うん、って言うよね。<laughs> あのの生理の動画を上げてコメント欄で一番面白かったのが、うん、生理の重い人の一番の敵は生理に理解がない男性じゃなくて生理が軽い女の人らしい。うんうん だから女性同士でも分かんないことあるし男性はもっと分かんないし、うん、だから多分悪気なくその人事効果を下げる男性上司みたいな、うん、いっぱいいると思う,、うん、うちなんか、うん、俺なんかまだ理解がある方で、はい、まあそんなんで別に人事効果を下げたりはしないが多分普通に下がってると思いますよ。 わー生理休暇ありますか生理休暇はだ多分出さなきゃいけないんですよ。決まってるんですけど取れないっていうか、うん、取ってくれないっていうか。うんうわー みんな言いいづららですかねそう,そ,うでそれは女性のね軽い人も文句言うし、はい、男性は「何だよお、うん、前そんなんで休みやがって」っていうちょっと理解度の低い人もいるし、うん、で社会ってそういう組織じゃない、はい、だから優しくないじゃんでむしろみんなでこう足を引っ張り合う社会じゃない。うんうん 好きあらばみたいな感じでいや俺はそんなことないんだけど好きあらばみたいな人がもううようよいるわけその辺に足引っ張ろうとしますからね上ににないそうだからだから結構俺は足を引っ張られてんのかなっていうまあそれ以外はなんか出産だったりとかまあ今はね出産であの出産休暇を取るとか言ってそれに文句を言ったらマジで逆に叩かれる時代になったけど俺が会社を作った 頃ぐらいはそうでもなかったからね。んなんかうち大学院に進む女医さんも、なんか出産の、あの予定あるのかとか聞かれたり,したり。ううん、最初に、ってことですう,、ね、う,う入職の時に、まずだか結婚してるんですかとか、うん、お感じてはどうですかみたいなのを聞かれたりして。えー、だから、そういう、ね、予定がある人は、ちょっと多分、たぶあの恣意的に、あの、まあ優先順位が下がってるんだと思います。うんえー、なので、あの生理中の女みたいな、動画は、すごく大事なことですよ。はい、ああいうコンテンツが増えて。 くるとみんな動画だと見るから、うん、なんかしかもあの生理が重いって言ってもなんか分かんなくてああいう個別具体だと理解しやすいんですよね <laughs> あこういうこと確かにあったみたいなって、うんでそう共感を呼ぶからコーヒーヒな正直コーヒーがダメって今日初めて知りました。<laughs> えー <laughs> えキュープロジェクトの人ープロジェクトだけどキュープロジェクトそんな細かいこと言わないそうそうそうもうあ,<れ>、まあ、あのう個別のところを言わずにまずみんな知ってください生理っていうのがあるんですよとか、はい、本当にもうまず生理前の PMS っていう時期があるんですよだかありますよそでその後生理が来てそれはどのくらい続くんですよとか生理って、まあ、生理が来たら大体その月経困難症も収まってくるんですよみたいな、うん、もう大前提の話をしてるだけで<え>ほとそれがじゃあどういう症状が細かくあるのかっていうところまで うまくやってないですよねそうなんなんで、うん、理解度が高くてもそれすらわからないんですよ、うん、だからすごい大事だなと思うも整理のプロフェッショナルさすがに僕もそこまでは知らないですけど <laughs> プロフェッショ だけど、それでもそんな程度なので、えーかはい、だから、ああやって動画でコーヒーダメなんだって知ってくれるだけでもさ、はい、一歩前進じゃないですか。あそこのなんか脳内妄想のさ、うん、あんなこいつ、コーヒーなんか買ってきやがって。<laughs> <laughs> だから私が代弁して言ってる、ねうん、コメント欄でもう男性からあの時はそういうことだったのかっていうひらめきみたいなだからそうそうそうなんか理解とか理解をすると<あ>それはやっちゃダメなことなのねって分かるっていうかだから俺たちは本当に生理に関して一切教わってないから、はいうん、誰も教えてくれないから<う>親も先生も教えてくれないから。 で親も先生も教えてくれない勉強のきっかけもないだから勉強しない当たり前だよね。うん 学校ででもなかったですよ授業。うん、学校はじょ女子だけじゃん。はい。小学校の時とか、女子だけ習って、うんうん、で、その後はもう一切習わないから。しかもなんかそうやって私たちもこう別々に教育を受けてきたから、自分のその生理についての症状をなんか男性に言ってもいいんだっていうこともなんかこう、思ってなくって、うん、ずっと彼氏に隠してたりとかっていう人も結構いるんですよ、ね。だか言われたことないよね。うん、<laughs> 今日はあの日だから無理ですぐらいで言われたことがある。 全然違うから、うん、もっとこうしてほしいとかこういうのはちょっと辛いんだっていうのをまずこうオープンにすることから,、うんからね、今日は生理だからイライラしてるからほ、うん、っといてって言ってくれれば <laughs> あ分かりましたっていう。<laughs> 生理は恥ずかしいことみたいな感じになってますよねうん、うん、ちょっと、うん、そうなんですよ昔ちょっと前海外の人で流行ってたあのタコのぬいぐるみがあってピンクにすると怒ってる生理中でイライラしてるって,って<ー>ここくるって逆にすると青れなんですよ下今ハッピーみたいな<ー>動画めっちゃ流行ってたんですよ赤になってると男の人がそれを見て「あやばい今生理だ」みたいになって甘いもの買ってきてあげたりとかする動画がめっちゃ流行ってたへえだからそうやって本当に広げてほしいんですよ うん、めちゃくちゃ理解度がそれだけで俺すごい別れるカップルもすごい減ると思うし意外と男性も知りたがってるってことが分かってきて Q <ー>プロジェクトとかやると「はい、なんか実はこういうのをすごく知りたかったんです」うん、でもなんか書いてある教科書とかないしどこ見たらあのいいのか分かんなかったっていう声が結構あってそ,あそれでそれが少子化対策にもなるんですか、うん、確かに <laughs> みんなが周りもおから。<laughs> みんなが周りもあったみんな <laughs>